こんにちは、サラリーママです。今回はグランディスオオクワガタの確か4回目の産卵セットの割り出しをしていきます。8月の2日くらいに産卵セット組んで、9月頭に産卵木取り出してちょっとしばらく怖くて最近まで割り出しできてなかったっていう感じのものになります。10月のね、どっかのタイミングで割り出そうと思ってたんですけど、だいぶ遅くなりました。まあ、5匹くらいいたらいいのかなくらいの感じですね。念のため置いてある材も2本あるんですけど、これは動画外で確認したところ予兆はいなかったです。一応ね、これすでに材を取り出してあるんですけど、1匹ケースに溢れてたのでその子は回収済みって感じですね。めっちゃでっかいショックありますね。で、最初動画撮るつもりなかったんですけど、こぼれ幼虫がいたので撮影を始めました。食根ね、めっちゃでっかいのあるんで、幼虫もかなり育ってるんじゃないかなという感じですね。材もね、かなり柔らかくなってて、手でめちゃくちゃ割りやすいですね。いました。最終的に大きくするには早めに割り出し禁止に行った方がいいんですが、この大きく育った幼虫が材割ってね、出てくるっていうのも感動しますよね。これめっちゃ気持ちいいんですよね、パカッと出てきてくれると。材のね、産卵木の食根も入れておきます。このバクテリアがね、元いたところのバクテリアが幼虫の消化吸収助けてくれると思うんで、なんか変なことになってない限りは入れたいなと思ってます。前回グランディスの動画は多分菌糸交換かなの動画出してたメスが1頭ね、もう溶化しちゃいましたね。夏場温度がかなり高いのもあって、あんまり引っ張れなかったかなっていう感じですかね。ちっちゃくなるのかな。食根ですね。食根はあるんですよね。そろそろ3本目に移行する菌糸交換しようと思ってたんですけど、そのメスは思惑通りにはいかなかったですね。まだオスは、まあ、ちゃんと幼虫っぽいので、そろそろ菌糸交換ね、幼化スイッチが入らないよううまくやりたいかなというところです。食根がでっかい。幼化してしまったらね、オスが早く見れるってことで喜ぶことにしようかなと思ってます。今回割り出ししてる産卵木、産卵セットの親はナンバージャックでクワカブの部屋の三森さんが委託品で出していたものですね。最初はインドのマニプール種になります。で、親、オスのサイズ 69.7mm で、メスが 47.9mm でした。なんでね、その早めに幼化しちゃった子 47mm 超えてくれれば、まあ万々歳ですね。はい、お尻いましたね。お尻じゃない、幼虫いましたね。こっからね、ちょっと幼虫潰すのが怖くて、割り方ビビりすぎてへったくそですね。この産卵セット置いてた場所なんですけど、うちの環境温度あんまり一定には保ててなくて、エアコン管理はしてるんですけど、家の作りとエアコンがね、ちょっと古くて操作してもだいたいざっくりになるので、クワガタ飼育始めたての方の参考になればなっていう感じでもありますね。で、だいたい温度が25度になるように設定してたんですけど、まあ、今はね結構涼しいんですけどね、夏場の外気温が30何度とか高い時は28度くらいになってたかなっていう感じです。で、低い時は23度ぐらいまで落ちたのかなと思うんですけどね。だいたい23から28度ぐらい、かなりブレる感じで設定されてました。この木をちょっとずつ割って食根を探して、で、食根割ったら、まあ、またちょっとずつ木割ってって幼虫を探すっていう作業を繰り返します。もう木もね、簡単に割れるし、食根もかなり大きいので、今回はね、数にこだわりもないっていうのもあって、ただただね、この作業楽しいですね。で、今回は幼虫が取れたら DDA の01に入れていきます。この前の子たちまでは一旦 G0 に入れてたんですけど、そろそろね、寒くて、冬場はうちかなりキノコが生えやすいので、
あんまりキノコ生えにくいゼロワンに活躍してもらおうと思ってます。今回産卵木は GDA で購入した瓦材と虫舎さんで見かけた時に買いだめしてた細めの産卵木になります。とでかっ、幼虫がねめっちゃでっかい子いましたね。でめちゃくちゃ失敗してたタランですよね。この瓦材、今向いてるの瓦材なんですけど、この瓦材かなり産んでくれたのでとても信頼してます。グランディス動画すごく詳しくねコメントでいろいろ情報を残してくれる方がいて本当にありがとうございます。とってもね勉強になるので、前の動画たちもねコメントを書いてくださっているので、ぜひ皆さん見ていただけたらと思います。本当にいつもありがとうございます。一応ねグランディスの産卵セット作成の動画も過去動画ありますので、ぜひ見ていただけたらと思います。オオクワガタ系は産卵セット作るの自体楽しいのでおすすめですね。採卵も大きい渡り楽しいのでやってる感あるのでね、ぜひやってみてください。オオクワガタ系はね作業基本的に全部楽しいですね。雑談なんですが、最近カマキリをねお迎えして、公園とかにね子供たちと探しに行ってもなかなか見つけられなかったんですが、スーパーにね買い物行った帰り道にふとね壁にくっついてるのをお迎えしました。なんか最近探してもなかなか虫見つけられないですね。バナナムシとか昔めちゃくちゃいろんなところにいた気がするんですけど、大人になってから見かけたことがないような気がしますね。あれバナナムシって一体どこに行っちゃったんでしょうね。でカマキリがね餌捕食するところを取ろうと思ったんですけど、もう虫かごに餌入れた瞬間にハンティングされてて、全然カメラ構えてる余裕なかったですね。カマキリやっぱかっこいいですよね。幼虫いましたね。この子結構芯の近くまで食い進んでますね。こっちの材はもうこの子で幼虫いなさそうな雰囲気ですね。こっちはね瓦材じゃなくて通常の産卵木です。まあもしかしたらいるかなぐらいの感じですかね。これ触根めちゃくちゃでかいのありますね。一匹もしかしたら移動したのか、もともと一匹いたのか、いそうですね。かなり成長してくれてる子がいましたね。今回の割り出しの結果をお伝えしたいと思います。幼虫は全部で6頭いました。結構ねでっかい幼虫もいて、まあ、ボトル1400でも良かったのかなとか今更になって思いましたが、今回はみんな800ボトルの01に入ってもらいました。今回こんな感じで終わりたいと思います。グランディスオオクワガタ、オオクワガタ界隈でね一番大きくなるので、今後ねどんな感じで育っていくのか楽しみにしたいと思います。そろそろ前に取れてた幼虫たちの禁止効果もねしていこうと思っていますので、もしよければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。あとねコメントもしていただけるととっても嬉しいのでよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。では終わります。